野菜の収穫からしましょうね。収穫なんだけど、どうやって取ればいいのこれ。これはもうもぎ取り系でいいの？根っこからもぎ取り系でいいのかしら。から行かれてるもんね。わからん。どうしたらいいの？ネットで調べてもわからん。ちょ、切る。できた、収穫。おお、すごい。もりもり緑って感じ。虫みたいなのついてるぞ、これ。虫ついてるのはちょっと嫌だよね、普通に。あ、こんにちは、もちおです。収穫したレタス、ちょっと今虫ついてたからさ、なんか白い。もう一回ちょっとよく洗う。うわ、それだけでもいい野菜ってことなんだろうね。洗えました。新鮮な野菜、ちょっとそのまま食べてみたい。あ、甘くてうまいわ。おいしい。朝ごはんとお昼ごはんを食べようと思います。お母さんから電話がかかってきました。もしもし。すごいじゃん、レタス。うん、レタスすごいね。うん、葉っぱをついでくだよ。こうするとどんどん出てくるで。うん、根元からチョキって切った。はい。これね、職場の人にもらったんですけど、めっちゃ美味しいです。野菜ジュース、野菜汁 100%。マジでこれ、あの、一水で全部飲めちゃうくらいうまい。10水くらいしたわ。何個です？じゃあいい感じのレタスよ。本当にみずみずしい感じの、お肉挟んで食べたいなっていう気持ちですね。やばい、パンが乗るスペースがなくなったわ。パンの居場所なし。大丈夫、私が無理やりにでも参加させてあげる。パンのことを。なんだかとっても多いよ、野菜の量が。ほらパンが焼けました。いい焼き加減。わあ、見た目が最強に悪い。どうしよう。量が多すぎていつものお盆に乗り切らないんだけど。そりゃそうだよねっていう感じでは。まあしょうがない、こういう時もやっぱり出てくるんで、人生生きていれば。さて、ここに、朝ごはん、お昼ご飯、夜ご飯を用意しましたので、これを食べていきたいと思います。これはおやつですね。もう一気に食事をしちゃおうっていう考えです。よいしょ、まずスープから。じゃじゃじゃ、朝ごはん、まず朝ごはんから食べたいと思います。いただきます。ご飯はね、まだまだ後ろにありますので。
朝ごはんは納豆です。できた。わ、納豆臭い。これ納豆菌がすごい住んでいるに違いない。私卵醤油の納豆が一番好きです。そして納豆はご飯にかけて食べるのが一番好き。早めの退散がお利口さんだよ。いただきます。こういうね、食べにくい時はスプーンがいいですね。納豆がね、なくなっちゃったので、のりのり、磯自慢のりのりをかけたいと思います。佃煮のりつく煮。ご飯ですよって、でこれご飯ですよ T シャツ持ってるんだけど、ちょっと反逆者だと思われるかも。完食。このお茶碗、夜用のお茶碗でもあるので、ちょっと一回洗おう。ということで朝ごはんごちそうさまです。お昼ご飯に行きます。お昼ご飯はこれとこれとこれなんで、なんか本当に食べてるのそれ全部ってね、たまに言われるんですけど、食べております。カットはしておりますけれども、なのでちょっと今日は早送りで詰めていきたいなって思っております。あ、これ夜ご飯だ。こんなにいっぱいなんだけど、野菜もりもりなんだけど、ノリノリの次はモリモリ。ダメだ、疲れてるのか、ダジャレがすごい出てきちゃう。ダジャレでもないわ、なんだか。めっちゃ出た、めっちゃ出たわ、めちゃめちゃすごい出た。あ、いただきます。お昼なんていう企画してんだろうね。なんかよくわかんないことやりたい衝動に駆られるんです最近。まあ朝昼夜を一気に食べるっていうことを除けば、ただの大食い企画みたいなところありますね。キャベツってめっちゃお腹いっぱいになるよね。結構噛み応えがあるから。この千切りキャベツのちょっとなんか難しいところは、この千切られてるからなんかこうなんかひとまとまりにならなくて、口からちょっとはみ出ちゃうところが動画的にちょっとやばいかなって、汚く見えるなって思っております。それでも食べる、食べたいから。ライ麦パン、うん、おいしい。やばい、コーンスープとか飲みたい。
水分、スープばっかりでさ、水分過多でさ、胃の中が水浸しになること間違いなしだ。すぐ混ぜないとさ、固まるよね、ポタージュのスープ。夜ご飯の餃子食べちゃおう。うん、やっぱお肉みたいな味、お肉みたいな味、お肉の味がするのがすごい、おいしい。タパンが好きです、すごい。うん、うまっ。おいしいです、とても。やけどしたした。まあいっか、治るし。一応冷やした。暑いですね、とっても。やけどしたのが下でよかったなっていう思いですね。口の中はとても、治るの早いですから。あー熱い、熱い、めっちゃくっちゃ、イエーイ、めっちゃホリデー。熱い、このね、カウンターチェアに座ってるんですけど、ちゃんとね、奥まで腰掛けるとね、こうなっちゃうの。全然見えないじゃん、顔は。まあ、見えない方がいいのかもしれないけど。わかんないけど。でね、半分。あ、でも料理も見せたいわけ。料理がメインだから。だから料理移して腰を掛けるとこうなっちゃうから、半分座るとこうなのね。だからもう、椅子に座ってるっていうより、椅子に、お尻の皮膚を合わせてるだけみたいな感じで座ってるから、もうほぼ座ってないですね。立ち膝みたいな状態で食事をいつもここで動画撮るときは食べてるんですけど、マジで器用だと思うわ自分で。なんか筋トレしつつ食べてるみたいな。足腰鍛えながらご飯を食べるという、なんかもう実質カロリー総菜ゼロみたいな感じの食べ方です。餃子、餃子、餃子。もうすごいひんやりしちゃった。このさ、野菜さ、1日分の野菜の2分の1が取れるって書いてあったのね、今気になってみたら。2分の1って、こんなに食べて2分の1ってさ、相当1日の野菜摂取足りてないんだなって思わされる。野菜食べ終わった。ここにね、化粧しちゃったらわかんないけど、朝起きたらまだ傷がついてて、最初僕の後だと思ったの。
引っ掛け傷みたいになってた。でもさ、私釣れないから自分で引っ掛かってない。何のことか。よし、食べよう。やっぱ温めて美味しい料理は温めた方がいいわ。まあそうは言っても約1合ご飯食べてるんでね。まあ約だけど結構2合炊いて半分ないんで多分1合は食べてると思うんですけど、結構ね入るんですよね、お茶碗ってご飯が。なかなかお腹いっぱいですね。これはどうやら、ね、普通に冷静に考えてこれでお腹いっぱいにならなかったらやばいよなっていうことだから、自分は正常なんだと気づくことができた。大きな結果を残すことができました。ゲップ出ちゃう。ごちそうさまでした。